こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です今日は簡単に売れて儲かる、ミニ化商品、並行輸入、品種商品の販売で儲ける場合の注意点です。まず、ブランド管理に厳しい商品を売るのはリスクが高いということでね、えー、例えば、ビトン。これ以前、えーまあ、ヤフオクで私もかなり売ってましたけど、まあ、その頃はね、えー、ビトンは日本にはなかったと。まあ、日本で買うとしたら、 まあ高瀬前の外商に言えば、まあ、売って、えー、手配してくれるということはあったでしょうけど、まあ、それ以外ね、今みたくデパートの場所のいいところにビトンが入ってるという状態じゃなかったんですね。まあ、そのため、海外で知れてヤフーで売ると儲かりました。まあ、ところが、ね、今例えばね、今似たような状態だったとして、えー、ビトン商品を私が Amazon で売ってたら、ま,あ、まず、えー、売れなくなったと。Amazon からストップかかったか。 ヴィ、えーまあまあ、ト,トンがアマゾンに文句を言ってアマゾンで売らせないという風になったでしょうね。結局ヤフオクで売ってた分には一人一人で発送しますからね、えー、まあそんな大して売れないと、ね、どんな頑張ったって月2000万も売れないですけどただこのヤフオクじゃなくてとアマゾンで売った場合ね、えー、その一人でやっても梱包発送は全部アマゾンがやってくれるしアマゾンの信用力をバックに使えちゃうんで。 商品さえ手配できれば、それこそ一人で月間10億とか売ることも可能と。で、月間10億通販で売られたらねえ、たまったもんじゃないですよね。あの、デパートで金かけて売ってるのに、かたやアマゾンで売るのかいと、ね。かといってブランド的にビトンが自分でね、アマゾンで売るわけにはいかないと。まあそうなるとアマゾンに売ってストップかけるという形になります。だから他のね、媒体、ヤフオクとか、 eBay で売るのと Amazon で売るっていうのは全然次元が違ってなぜなら、えー、ビトンをあんまり知らない人とか Amazon よく知らない人から見たらねビトンが Amazon でバッグを売ってるように見えてしまうと、まあ、それがブランド管理を厳しいところにとってはね非常に、えー、よろしくないんでまあもちろん Amazon に文句を言って、まあ、文句を言うっていうのもね、えー、ただやめてくださいってんじゃなくてまあ 弁護士軍団もいるわけですし、ロビー活動もしてるんでね、えー、やめなきゃただじゃおかないというような形で止めるんで、アマゾンは使えないという形になります。で、リモア、これは並行輸入のパターンですけどね、えー、日本では林越しか正規品を扱ってない。ね、しかも品薄。ス。イフトハンザーモデルはドイツじゃないと売ってないというのでね、並行輸入しても売ると儲かります。ただね、えー、儲かるんですけど、えー、リモアは 複数回の販売に厳しいと。そして最近は家電量販店でも並行輸入品を扱ってるんで厳しいかなということでね、えー、この、まあ、平行輸入ってパターン、まあ例えば、えー、普通に買うと10万円のものを8万円とか7万円で売れば売りますけど、えー、まあ、今は仕入れは、にも厳しいと。ただこれうう類似した商品を売ってね、やはりほっとかれるかというと、amazon で売った場合にはね、何でしろ たくさん売れちゃうっていうのは問題なんですよね。で、大して売れなかったり目立たないんだったらそのいちいちそんなの取り締まってもしょうがないな、ね、取り締まれないねってなるんですけど、えー、a z o n の場合は販売力がでかいんで、え、ブランド管理の厳しいところを売ると、売って儲かってたつもりがね、えー、ストップかかっちゃうということになります。で、実際にストップがかかったで、えー、アップル、ね、アップル製品を確か、 年間20億だったのか、月間9億だったのか、まあ、かなりの金額そんなに売ってたんだというね、会社がありました、アメリカに。で、アマゾンからストップかかって、で、まあ、どっかの在庫の横,し横流しなのかね、盗難品なのかわかんないですけど、盗難品って証拠があったらね、規約違反とかそういう次元の問題じゃなくて、犯罪。 なんですけどね。まあ、ないしろどっかから仕入れたものをそれぐらい結構な量を売ってた、えー、アメリカの会社、ね、アマゾンからクレームついて、アマゾンの規約には何も違反してないというふうに言ったんですけど、まあ、当然ね、年間9億だか、月間9億だか、えー、せいぜい100億ぐらい売ってる会社と、アップルだと、どっちを敵に回したら怖いかって言ったら、当たり前に a アップルなんでね、えー、まあ、アップルの言い分を聞いて、 アマゾンの規約には違反してないけど、なんか知らんけども、もあんた退場という形で退場させられました。これはね、えー、規約を守るうんぬんじゃなくて、規約に合致しててもね、えー、その強いブランド管理、ね、コアモテのブランド管理を行っている、えー、メーカーの商品を扱うとそういうリスクがあるというところがあります。で現在で、ね、アマゾンでブランド一覧とかも 登録しないと売れませんって言ってるのは、基本的にそういうブランド管理に厳しいところ、前々から言っるのはディズニーはやばいと、ジャニーズもやばいし、産業もまずいと、その他ね、大手のこうブランドで、コピー商品を売ってて逮捕されたとかね、そういうニュースを聞いたことあるブランドは、それ、逮捕って普通ね、なかなかできないんで、それは、のび活動とかね、金使ってるところが力を使って逮捕させてるんでね。 そういうところは非常に厳しいです。で、海外は、ね、海外のブランドは誰も法律なんか守りゃしないというのを分かった上で、そういうね、見せしめとか、えー、普通だったらね、逮捕までされないところを逮捕させたりしてるんで、えー、そういう厳しいところは扱わないと。で、厳しくないところもね、厳しいかどうか分かんないところは、まあ、ちょっとずつ様子を見てね、一度にたくさんやってると目立っちゃうともう確実に来ちゃうんで、ちょっとずつ様子を見て、で、 何も来ないんだったら、お手紙来ないんだったらね、動きがないんだったら、徐々に量を増やしていくという形で対応するのがいいです。まあ、日本の、ね、メーカーは、得てしてあまり厳しくないです。一部を除いてね。ただ、アメリカ、ヨーロッパは厳しいところ、特にヨーロッパ厳しいところが多いんでね。 えー、その辺のブランド、あるいはブランドに似てるもの、似てるものもコピー商品だって言ってね、えー、コピー商品を売ってたら違法だってことでね、えー、Amazon アカウント削除とか、アカウント削除でまだすぐならまだしも、えー、犯罪で逮捕とかいうのもあり得るんで、えー、ブランド関連に厳しい、えー、メーカーの商品を扱うのは、えー、十分注意してください。似て、これ似てないですかねとかね、えー、これ、このメーカー大丈夫でしょうかというのはね、 また個別に相談してくださいそんなわけで、今回は、えー、儲かるパターンではあるんですけど、扱わない方がいい商品、ブランド管理に厳しいところのは扱わない方がいいというお話でした。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。